こんばんは、わしみです。今日は子宮筋腫でお悩みの方のご質問についてご紹介させていただきます。今日はご質問をいただきましたので、そちらにお答えする動画です。いただいたご質問はこちら。子宮筋腫などでホルモンバランスを整えたい場合は、シェー体操や足指ワイワイなどどのくらい行うと効果的でしょうか。おすすめの体操はありますか。またどのくらいの期間でホルモンバランスは整ってくるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします、ということでした。まずどのくらいということですが、ご自分ができる範囲でしていただければいいと思います。朝昼晩の1日3回できる方はその回数を、1日1回しかできないという方であればその回数をしていただく、回数ですね、何回しなくちゃいけないというよりも、ずっと続ける、継続していただくことの方がとても大切です。次におすすめの体操ですが、書いてあるシェー体操や足指ワイワイはおすすめです。そしてホルモン分泌を促すということで言えば、やはり口腔から、腹腔までの全身を整えるケアまでするのが、やはり一番のおすすめになります。最後にホルモンバランスが整う期間についてですが、人によりいろいろなので、正直わかりません。ホルモン系の薬を使っていると、弾薬し、体から薬が切れてから、バランスを崩してしまうこともあるので、本当に期間に関しては全くわかりません。ホルモン系の薬を使っている方は、急に弾薬をせずケアをしながら徐々に減らしていって、限りなくゼロに近づけていくという方法が、バランスを崩しにくい、おすすめの方法になります。1ヶ月したらもうそれっきりという具合に期間を区切るのではなく、サトシキリンパケアはキュアではなくケア、継続してお手入れする方法ですし、継続してケアを続けるのがいいと思っています。ぜひ参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。